はいどうもこんばんは、ラムノットです。フランボの実況続きやっていきたいと思いますけども、薬飲もう。ピエロなんですね、彼は。あいつはきっとね、こいつ一番信頼できるやつなんだよな。こっち行けって言ってなかったっけ。あ、ボタンを押すべきだ、これか。なるほど、こっちでいいのかな。あれあれあれ、病院にいたやつだよな。なんか駒が回ってるぞ。That's huge spinning top。でっかい駒ってこと？スピニングトップっていうのか？うん。これがエンジンかもしれないって。なるほどね。なんかしそうだな、これ。するね。QGM。なんなんだろう。QGM N166。 ん？なんか触れると、お、ん？どういうことだ？これなんかしないとダメだな。うん。とりあえずこれを、QGM をここ入れて、 N166 ここ入れて、PL33 を、PL33、 まあここ入れておこうか。 2PF をここんで、 R15 をここ。あれ違う、ここなんだっけ。 2PM2PF か。だ、これをここに入れて、これをだな、どこにいるんだ、ここか。違うのか。ん、どういうことだ。とりあえず 2PF でなんかしたらいいのかな。スイッチとかないのかな。あ、なにこれ。あー、なるほどね。なるほど。これだ、色になってるんだな。だ、これを使って、これなんかコンバインするわけじゃないもんな。これを、わからない。オレンジでしょ？これが緑。オレンジ、緑、黄色。この2個同じ色してるなぁ。PL33 が多分ここなんだろうね。それは確かなんだよ、きっと。うん。わぁ、わかんねえな。ちょっと一旦離れよう。いや、ちょっと待ってよ。この瓶だけ何にも繋がってないから、これをここに使うってわけでもない。わかんねえな、やめよう。うん。これはなんだ？書いてあるし。リアリティビュー。ウルトラリアリティビュー。え？現実のさらに奥を見てるってこと？うん。うん。N166 をまず燃やすんだね。だから、N166 をここに。で、これを燃やすと。うん。N166 をそこに置いて、R152PF。R2A だな。R2A。R2A。よし。んで、AFK。で、赤がこっちでこうだな。ふんふんだな。ふんふんだな。ふんふん。だから、ふんふん、合ってるな。で、あと、コードだな。この紐を、変えるのか。青、緑ってこと？よし。だから、青をここ。で、もう一個のケーブルをここかな？ここにつなげたいよね、なんか。これを取りたいんだよな。どういうことだ？ AFK を作ればいいのかな？ AFM？ 何ですか、それは。
うん。AFM とかあったっけ、ここに。ないんだよね。まあなんか他にどっかで手に入るのかな。これなんだろう。あ、ホースが傷ついてるからこれに取り替えるってわけでもない。これをスイッチ入れて、これでガスが通ったんじゃないか。うん、中には何も入ってない。燃料入れないとダメってことなのかな。そうっぽいな。あとこれどうやって直すんだ。あ、これ燃料になるんじゃない。違うのか。水かな。あ、水だ。あ、水漏れてきた。止めておいて、ちょっともう一回足しとこうかな。これをして水は入った。でここ穴を塞ぐために、何を使うかっていうと、こうマッチでちょっと溶かすってわけでもない、うん、ここは鉛筆。これはうん、ハイジーン。ハイジーンってなんだろう。あら、書いてあるね。だ、水でしょ。 H2O だよな、これ。 H2O 風。うん、でこれ横に向けておかないとダメなのかな。なんかコンセントみたいになってるんだ。なるほどね。でここにマッチを入れると、とりあえず水をなんか防げるようにしないとダメだな。これで取り替えられるわけじゃないのか。ん？ちょっと他の部屋行こう。あ、薬飲めるな。さあ薬飲んだらどうなるんだ。あら、フランじゃないですか。セカンズ&ミニッツ&アワー&デイ。秒と時間と1日となんとか。これだ、これだけかな？大して変わらないな。戻ろう。で、こっち側の部屋を見に行くと。うん。あ、ドアがあるな。なんかすごいレシートみたいなすげえ出てるよ。I wonder what kind of thing machine counts. 一体このマシンで一体何を数えるんだろうか。数学の問題らしい。あ！キング・ゼアールのポートレートが。うん、時計。これはライトなのか？ランプ。あ、はしごがある。ちょっとこれは何？あ、なんか見れるよ。鍵が必要なんですって。へぇー。うん。なるほど。これは出口につながってるんだな。あ、薬忘れるよね。これ何なんだ？スイッチ2個あるんだよな。あ、しまった。これは？あ、電気が。さあ薬飲むとどうなる。ミッドナイトそこら中にいるし。あ、お前だ、鍵ある。ありがとう。うん、イットワードを殺すためにここにいるのかと。生きてるのかな。一応瞬きはしてるけど。さあ鍵手に入れたから、この鍵がこの謎の何かを、なんか劇場っぽい。よし、来たね。お、始まった。闇と光によって作られた世界の中で、二人の姉妹はトライドトゥなんとかと、どちらも、決めることができなかった。どちらが美しいか決めることができなかったと。うん、ミアは、怒り、クララは悲しんだと。うん、結果、二人とも怒ってしまったと。うん、狂ったちっちゃい女の子たち。彼らの、頭の中にはイットワード、うん、夜のクリーチャーがいたと。なるほど。夢の中でも現実の中でも、彼は常にやってきたと、女の子にデュアリティ、こう二面性があるんだよということを教えたと。でも、彼らは理解できなかった。イットワードは友達だった。やべ、くしゃみ出そう。イットワードはダークネスとライト、闇と光の、コネクション。 He was gray、 真ん中ってことですね。でもクララとミアは読めない。だからイットワードをもうこの世から取り除こうとしたと。夜のモンスター死ぬんだ。
でも結果は、お互いに殺し合っただけだったと。死んでいなくなった。その姉妹はお互いに責め合った。すべてクララのせいだ。すべてミアのせいだ。そしてイットワードが、最後に訪れた。彼は言った。お前ら二人ともはめられたな。In the world of disconnection。 どこへも繋がってない世界へ、だったらチャンスをあげよう。この世界は君たちに何か意味があると、そして、彼らは自分の体を縫い合わせたと。自分たちができる、何でもできるということを証明するために、そして、鏡を持って比べ始めたと。すでに持っていることを何とかかんとか。可能性は低いが、生きるという人生の意味を見出せるんではないか。でも時は進んでいた。You have until the day、黒猫がいなくなるまで1日あったと。ウェルズマジック。だから井戸と、井戸の魔法がどうのこうの。まあだからこれ、俺があの、姉妹のとこ行った時の話だよね。その姉妹の馴れ初め、馴れ初めではないけど。さあ、ボタンをポチッとな。あ、だからまだここは大して何もすることがないのかな。戻るか。多分あの、薬をとりあえず何かしないとダメだな。あの薬品を。よし、行こう。でも何ができるのかね、ここで。だこのチューブを、チューブが1個、どっかに入るはずなんだけどな。あ、なるほど。ああ、なるほど。だから、このチューブをだな、ここに。ピンクホーススポット。ここでいいのか？なんか違う気がしてならんが。これでいいのかな？本当に？これマッチでここつけれるのかな？お、ついたね。どう？ブクブクなってるよ。あ、全部ブクブクなり始めた。で、どうなるんだ？あ、このめ、あ、ホースある！やったね。で、これでこの目玉は？何もない。で、この状態で見ても、これはダメそうだな。あ、ホースあるよ、ここにも。そういうことか。よし。これでいけるんじゃないか。で、緑色のやつで繋がってたよね。そう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 、緑色のやつで繋がってるから、ここで緑色のやつをこの辺に、ここ。緑色のやつをここ。あれ。これを、ここ。よし。で、この緑色のやつをここ。よし、どうだ。そろそろなんか、出てこないか。何もないのか。なぜだ？なぜなんだ？合ってるはずなんだけどな。そろそろ何かできてもいいよね。この巣、これ何なんだろうな。ちょっともう一回この横のやつを見ながらやってみよう。N166NR2A。NR2A。NR2A でしょ？で、ここに、これ何？ AFK っていうのがいるんだね。AFM か。これが AFM なのかな？これはもう入ってるんだ。で、この、他全部使った？使ってないよね。QJM とか使わないのかな？
どういうことなんだろう。合ってるんだけどな。うん。マイクロニュートリエンツインファイアベリーズビルスーパーチャージアンエンジン。なるほどね。だファイアベリーをどっかに使わないとダメなのかな。これをここ、それともこれを温めるのか、違うのか。あ、入った。よし、来た。来たよ。さあ、これ、ここまではいい。ここまでは。ただ、ただ、これをなんか、処理しないとダメなんだな。で、そのためにはこれを動かせるようにならないといけないけど、この鉛筆取れないのかな？じゃ、もう一回薬を飲んで、ワイヤー、どっかに。これは使えないのか。ちょっとこの目玉的なやつから盗めたりもしない。うん、どこにあるんだろう。あ、これ何。あ、テープある。やったね。ちょっとこれ見ておこう。足、あ、この足の皮を、人造人間的なこと？そうすると、もうなんだ、シューメーカー、靴の作り方、足の作り方、何なんだ。いいや、行こう。さあ、これでテープを塞いでしまえば、これが治ると。よし。で、これをポチッとやって、ポッとやって、ポッとやって、んで、マッチョだな。あれ？え、ガスが出てないって。え、水入れたよね。水入れたでしょ？よし、これでいいはずなんだけどな。え、じゃあこれで？こういうことか。違うのか。これをこうか。こうかな？横に向けるのかな？普通違うけどな。あ、でもこれで良さそうだ。さあ、どうだ。お、来たね。フラン。うん。ついに、やっとオートマティック自動操縦を直したと。ちょっと助けはいるかな。自分でも、よくやったと思うと。うん。あなたに頼まれたことは全てしました。それは良かった。全てうまくいっているようだ。うん。全て、完璧みたい。さあ、今から何をしたらいいの？君にウサギが怖いかどうか、聞きたかったんだ。うん。部屋のどこかに、ウサギが、ちっちゃなウサギがいると。んで、俺はとても怖いと。ウサギが怖いんだと。うん。そのウサギをどっかにやってくれないかと。ウサギ。うん、それはウサギ次第だと思うけど。うん。ゾウセンガンセンビーピーピー。めちゃくちゃわ、I can't just imagine。 いろんなものを見すぎて、そのウサギっていうものが一体どんなウサギなのか予想もつかないと。茶色のチョコレート色のウサギですかと。 Or one with horns and killer eyes。 角が生えた殺し屋の目をしたウサギですか。うん。自分でそれを確かめてみないといけないと。 It has a pink nose blue boots。 ピンクの鼻をして、青い靴を履いてるのかな。ただそこに座ってるだけだと。ノーブリンキング。いきなり突然動いたり、全く動く気配はないと。ずっと眺めているだけなんだ。それはとても怖そうね。 But show it to me。 とりあえず見せてほしいと。そうじゃないとわからないと。君は勇敢だな、フランボー。ついてくるんだ。ついていきます。ウサギ。これさっきの部屋かな？そこなんだね。そこだ。見えるだろう。これか？これだ。うん。あそこに座ってるだけなんだと。変じゃないか？あれはただのぬいぐるみだと思いますよ。うん。
ちょっとあいつとコンタクト取ってきてくれないか。ちょっと会話してきてくれと、うん、俺には触ることができない。わかった。あのウサギを取って、別に恐れる必要はないということを見せてあげると。そうですよ、ただのウサギなんでね。わかった。ただのウサギですと、うん、全然恐れる必要はない。そうか、君は正しかったんだ。恐れる必要はないんだ。え、ミッドナイト連れてかれた。いや、あいつはね、でもそんな悪いことする人じゃないと思うんだよ。あ、ペンシルはいらない。人参取ったしな。この3番鳥、案外ね、ミッドナイトがマジで悪役かもしれない。猫好きからするともう辛いね、それは。許しがたいよね。これどういうことなんだろう。数字何なんだろうな。シェンク。あ、何それ。電池か？バッテリーですね。It was made a paper boat。 これあれかな、病院であの男の子がの部屋にあったやつかな。これとりあえず1番エナです。言葉にはなってなさそうだな。エナデストリ、これ取れるんじゃない。よし、ここは悪そう。とりあえずここはこれを使って、よし、マシニーズサムエナジートゥウェイクアップ。よし、これ何、いつまでするんだ。よし、取れた。で、もう一個もこれで取ると。よし、 OK。 さあ、ここに電池が入りますよと。お、電源が入った。これでいいのかな。ファンがついてる。さあ、これでこのボタンをポチッとな。これは、これを押すと、あ、なるほど、これでエレベーターみたいになったわけだ。この数字でも覚えておいた方がいいんだろうな。覚える気はないけどな。1は1でしょ。でもこの数字はイサースタの数字だよな。で、これ E みたいなやつだよな、確か。そうだな。よし、じゃあ上に行ってみよう。あら、お父さん？お母さん？お久しぶりです。あなたは？あららららら。ゴーストシップでこんなシーンあったよな。マッド・ベインがね、フォーリングっていう曲を主題歌にしてるやつなんですよ。これでも薬飲んだ状態になってんのか、今勝手に。あ、なんか動いた。ちょっと薬やめて。これ何なんだろう。これあれだな、あの双子の姉妹がいたところに繋がってるんだろう。あ、分かった。あ、ちょっと待てよ。そっかそっか、俺薬飲めるんだ。いや、忘れてたよね、薬忘れるよね。お、メカニカルラビット It's not very cute。 あ、なんか服着てるよ。えら可愛い服を着てるじゃないか。なぜ伊藤はどう怖がらせたの。あなたはそんなに可愛いのに。さあ、これでなんか変わってるんじゃないか、これが。ああ、なるほどね。右に8。ちょっと待って、なんか書くやつ、書くやついる。ない、書くやつがない。書くやつがないぞ、書くやつがない。よいしょ。さあ、書き書きの時間ですよ。書き書きの書く紙がない。紙あった。
あいおっと。だから、あ、大変だな。キーボードちょっと動かして。まず、そうだな。これが右に、右に8。で、どれが2だっけ？ここに2があったんじゃなかった？ちょっとどいてほしいんだよね。とりあえずこの3を先に見てみようか。左に8。うん。5は、9。左に9。うん。さて、これが4だな。で、これが右に6。このウサギどいてほしいな。これだろう。絶対これだろう。そうだな。で、これが、右に5。シェンクって書いてある。まあ、この世界のイサースタの言葉の数字の書き方なんだろうな。よし。ちょっとね、お父様がちょっと邪魔なんでね。まず、1、2、3、4、5、6、7、8。で、1、2、3、4、5。合ってる？ 1、2、3、4、5、6、7、8。 1、2、3、4、5、6。 1、2、3、4、5、6、7、8、9。 来た！鍵が閉まってる？なんで？開いたやん、バカタレ。あれ、電気がどこだっけ？なんかつくんだな。あ、びっくりした。もうさ、何がサプライズだよ、バカタレ。どういうこと？誕生日パーティー？うん。あなたはミスターミッドナイトを殺そうとしていた、殺そうとしたかったのかと思った。嘘をついたのね。どういうこと？君の注意を引くために嘘をつく必要があったんだよ。本当にすまない。君をちょっとバカにしないといけなかった。騙さないといけなかったんだと。ミッドナイト別に悪いんじゃないのか。君を驚かせたかったのだよ、フラン。さあ、ケーキを食べるんだ。わかった、ありがとう、キティ。とてもびっくりした。ありがとう、イットワード。いや、本当にね、サプライズじゃないんだよ。本当にスキアードなんだよね。このケーキはあなたの、君の好きなもので作ってあると。すべて君の好きなものだと。ミスターミッドナイトが一体何が君が好きなのかを全部教えてくれたと。そして君に特別なものがある。この船に乗ってるみんなから。みんなっていうのは、私たち全員だと。ナチュラリーボーンはハンドメイドビーングス。自然に生まれたもの、人工的に作られたもの、何かで作られたもの。どういうこと？I hope you find it educational。 何か、教育的な役に立つといいけど。何これ？わお。このラッピング包装がとても好きだと。開けてもいいですか？もちろんだと。も開けるんだ。開けまーす。あ、なんか鍵穴みたいに見えたぞ。猫の人形だ。ありがとうございます、とても気に入った。美しい。君に新しいパーセプション、新しい視点、新しい何かを与えてくれるだろうと。ウルトラリアリティのオーナー。そのウルトラリアリティっていうのは、私がその赤い薬を飲んだ時に、起きることなのかな。それがウルトラリアリティなのつって。別にそういうわけじゃないと。ちょっと説明をしてほしいのかね。もちろんです、もちろんです。君が見たものっていうのは、違う次元の違う現実の混合したものなんだ、ミックスされたものなんだと。で、ウルトラリアリティっていうのは、見えない部屋のようなもので、
ああ、なるほどね。こう、すべての現実、すべてのリアリティのものが、すべて同時に存在するところなんだと。うん。例えば、この現実世界では今、こうやって、バースデーパーティーを開いていると。でも、ウルトラリアリティでは、何か別のことが今起きているんだ。ゆっくりだったり、もっと早かったり、もしくは人間にしか見えない、人間には見えないものだったり、それは時間というものがあるからなんだ。人間は、過去、現在、未来というものを、決めつけていると。 Defining things encapsulateリアリティ、これちょっと意味わからないな。まあそういうことなんだって。なるほどね。そうやってこう過去とか現在とか未来っていうのをちゃんと決めているおかげで、人間はその環境、今の状況を理解することができると。でも君はちょっとそれと違った見方ができるんだと。だから普通の人間では見えないことが見えてるだけだってことですね。It's not linked to definitions。 まあだからその意味にはつながってない、その現在とか過去っていう言葉とはつながらないような何かを見てるってことですね。何を言ってるのか分かるかね。まあ基本的には何言ってるか全然分からないです。よく分かりませんと。大体分かったかもと。ちょっと頭痛がする。それは船が、上に行ったり下に下がってるからかもしれない。さあ、ろうそくを消すんだ。もうすぐ目的地に着くぞ。ってことはもうすぐ家に着くってこと？聞いた？キティ。そうだ、もうすぐ着くんだ。本当に？ How exciting！ なんて嬉しいの。さあ、行きましょう。Oh no, 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 no. どうしたんですか？一体何が起きてるの？ミスター見てないと大丈夫？いや、僕は大丈夫だよと。この船が壊れないことを願っていると。でもちょっと危険そうだ。大丈夫？フラン、ちょっと手伝ってくれ。また私が操縦しないといけない。カマラスによって、自動操縦がまた壊されてしまった。もう一つしか生きてないと。なるほど。もう一匹カマラスがいるんですね。それを見つけて、殺してやらんといけない。一体どうやってするの？水だ。水を使えば、土をきれいにできる。急ぐんだ。君の目からは見えないところにいるかもしれない。Oh my goodness, I'm scared. 僕も怖いよ。さあ、カマラを見つけないといけない。水があれば、カマラを撃退できることを願っていると。さあ、行きましょう。カマラ。で、俺には見えないんだよな。見えない可能性があるってことなんだろう。いた。ほら。じゃあ、お、どっか行ったね。逃げないで。一体どこに行くの。さあ、どこに行くんだろうね。でもこれあれだな、上に繋がってるな。さっきの水のやつ繋がってたもんね。お前らいちいち見ても怖い。どんだけ見ても怖いわ。失礼しますね。だ、この上にいるんだよな。あ、ボス戦的な感じになるのか。あのジョールを使うんじゃないか。これでしょ。さあ、行きますよ。そう動いちゃうんですね。ここでいい。
ダメですか。もう一回動かしてこれをかけると。うん、これ合ってんのかな。これ永遠に続くんじゃないの。あ、いった。いついにカマラを撃退したと思う。私は最高だ。さあ、イットワードの元へ帰るべきだ。帰ろう。ちょ、怖いから。お、着いた？イットワード、ついにやったよと。カマラはどっかに行った。そうだな、どっかに行ったな。でもちょっと遅すぎたようだ。君を家には連れて帰れない。え？不時着すんの？不時着ってかもう落ちそうになってる。そんなこと言わないで。うん。え、君の世話はこれからもずっとすると。嘘。そして船は、墜落するまで落ち続けた。ジエンド。でもそれはとても悲しいエンディングだった。最後だった、うん、これはフランボと私の話だ。彼女が私に、二度と魔法のことを忘れるなと言った時のことがどうのこうの。うん。約束します、イットワード。字幕消えんの早いんだよな。さあ寝なさい、おやすみ。うん。夢の中でもまた会おう。ドクターズプリスクリプション。どういうこと？生きてるし。夢だったのかな？ビットワード。おう、キティ、私たち生きてるわ。墜落から生き残ったみたいだ。そうだね、俺たちは生きてる。うん。でもイットワードはどっかに行っちゃった。でも彼は家に連れてきてくれたよと。町の外れまでやってきたと。うん、匂いでわかる。本当に確かなの？うん、もう家に帰れそうなの？もっと喜ぶと思ってたけど、一体どうしたんだ？いや、ただ、イットワードがどこにいるか気になるだけだと。ね、さよならを言いたかった。うん。薬を飲めば、彼に会えるかもしれない。そうだ。でも、薬もう全部飲んでしまったんだと。うん。もうボトルは空なんだ。さあ、家に帰ろう。もしかしたら、イットワードが私に会いに来るかもしれない。いつか。レッドバイスコー。イットワード、あ、そうか、イットワード乗ってたもんね。な、操縦席で。さあ、ということでですね、ちょっとね、さっきの、ちょっとムービーシーンはね、俺にはちょっと、同時通訳しようと思うとね、読む暇がなかった。まあ、ということでですね、今回の実況はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしければ、よろしくお願いします。